北海道大学電子科学研究所の太田です。私たちの研究室、薄膜機能材料研究分野について紹介します。私たちの研究室は北海道大学電子科学研究所の3階にあります。私たちの研究室では主にパルスレーザー体積装置と呼ばれる超高真空の薄膜体積装置を使って薄膜を作っています。主に金属の酸化物からなるセラミックスをターゲットとして、このセラミックスに超強力な紫外線のパルスレーザーを照射し、瞬時にセラミックスを蒸発させ、それを基板上に堆積させます。また金属の薄膜を堆積するためにスパッタリング装置を使っています。この装置ではアルゴンのガスをプラズマ化させ、ターゲットである金属に照射することによって金属の薄膜を作ります。またイオンコーターと呼ばれる装置を使って金や白金の薄膜を作ることも行っています。作成した薄膜はこのエレベーター炉のような電気炉を使ってアニーリングを行います。研究室で行っているいくつかの研究テーマについて紹介します。まず一つ目は熱を電気に変換する熱電変換材料です。性能のいい熱電変換材料を実現するためには、大きな熱電の S、 高い導電率シグマ、低い熱電導率カッパーを同時に実現することが必要です。私たちの研究室では金属の酸化物の薄膜を使ってこれを実現しようとしています。今片方の端を加熱していますが、これによってゼーベック効果を起こし、今熱機電力が発生しているところです。電圧としては今約200ミリボルト程度の電圧が発生しています。2つ目のテーマは光電気磁気デバイスです。私たちの研究室では特に水の電気分解を利用した光磁気電気デバイスの作成を行っています。これはエレクトロクラミックトランジスタというデバイスで、通常のトランジスタと同じように三端子構造ですが、電流と同時に色もこのように黒から透明に変調することができるという特徴があります。この水の電気分解を使ったデバイスですが、水を含む多孔質絶縁体を使っています。ここに電圧を変化することによって水の電気分解を起こし、このように水素と酸素のガスが発生します。実際にこの水を含む多孔質絶縁体に電圧を引火している様子を示しますが、このように水素と酸素が発生していることがわかります。水の電気分解を利用することによって絶縁体の中に電子を引き寄せ、金属に変えることができます。これはこのようにして作成した極薄の金属チタン酸ストロンチウムです。この金属チタン酸ストロンチウムに温度差を付与することによって高いゼーベック効果を得ることができました。3つ目として少し変わった実験を紹介します。これは単結晶のナトリウムコバルト O2 という薄膜を基板から剥がし、ガラスの板に、安価なガラスの板に貼り替えるという実験です。ナトリウムコバルト O2 という物質と基板の間には水に溶けやすいナトリウムアルミニウム酸素の層が生成します。これを水で溶かすことによって単結晶の薄膜だけをこのように剥離させ、さらに安価なガラス基板によってすくい取るという実験です。この糊のように見えているものが薄膜です。大きさは1センチ×1センチ、
厚さは約100ナノメートルです。なかなか張り替えるのが難しいですが、このようにしてうまく張り替えることができました。研究室では薄膜を作った後、主に電気特性を計測しています。最後に紹介するテーマはトランジスターです。現在有機 EL テレビのバックプレーンにはインジウム、ガリウム、亜鉛からなる酸化物のトランジスターが使われていますが、これをもっと安価な酸化鈴を使ったトランジスターにできないかということで研究を行っています。まだ発表していないデータですが、このようにかなり大きな微導度を持つトランジスターを作ることができました。このように実験をした後は結果を論文にまとめ世界に発信します。詳しくはホームページをご覧ください。